皆様こんばんは。週末いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。よかったらゆっくりしていってください。で、今週は7万人の子供たちへみたいなタイトルになってるかと思うんですけども、これはですね、おととい10月28日ですね、福岡県の方でいじめゼロサミットっていう2022かっていうの場所で、ね、講演会をさせてもらったんですね。その時の話を少しできたらなと思うんですが、まずね、その福岡市に住んでる方はご存知の方もいると思うんですけど、それ以外の方はね、何それってなると思うので、ちょっとこのイベントの簡単な話をさせてもらいたいんですが、名前にある通りいじめゼロに向けての、みんなでこう話し合って学びを深めていこう、意見を出し合っていこうみたいな場なんですけど、規模がすごくて、いやこれね、お話いただいた時からびっくりしてたんですけど、福岡市って当然ね、福岡県でもものすごい大きな市なわけですよ。で、そこにある小学校、中学校で、対象が小5、小6、中学生が中1、中2、中3で、学校によっては中3の子どもたちはちょっと参加できないっていうのもあったらしいんですけども、そこに全部オンラインでつないで、同じね、多分5、6時間目かな、その時間を、だ同じものを見てるんです、市内の子たちが。で、延べ7万人すごくないですか。7万人の子供たちが同じそのイベントに参加するっていう。で、しかも今年10年目らしいんですよ、もうこのねイベント自体が。すごい大きなイベントにちょっと呼んでもらってですね、オンラインで講演会をさせてもらいました。で、当然いじめゼロっていうね話をしてる、サミットなので、それに即した話をしていくんですが、最初もいじめの話でピンポイントって話だったんですけども、運営の方たちといろいろ話をしていく中で、私、いろんな講演テーマでいろいろ喋るんですけど、いろんな場所で。普通じゃない生き方っていうのを以前、喋って、動画にしたやつかな。それをご覧いただいた上の方が、こういった話の流れを子供たちに聞かせたいっていうふうに言っていただいて、その話。ただ、YouTube に上がってるその動画よりも、いじめの話をちょっと多くしてる内容になってるんですけど、そんなものを喋ってきました。時間としては30分ぐらいかな。でね、正直言うとオンラインの講演自体がもともとやっぱ難しいというか、ちょっと苦手意識があるんです。というのも、目の前でやっぱり子どもたちとか、参加していただいた先生とかね、保護者の方とかのリアクションが見れないので、あとその質問を投げかけて、例えば手を挙げてもらうとかね、あれだよ、はい私が意見言いますとかじゃなくって、この3択どれだと思いますかみたいなのもやり取りもしたりするんですけど、そういうのもできないんで、オンラインだと。だから難しいよなっていうとこと、やっぱりテーマがテーマだし、結構こうパワーポイント作り直してというか、修正して練習してっていうのを重ねた上で、こう挑んだというかね、その場所に臨んだんですけど、で、結果としてはもちろん7万人の子供たち全員に感想を聞けるわけじゃないし、でも終わった後にツイッターの DM だったり、ツイッターのリプもそうだし、あとその時に一番直近だから今でも見れるけど、受験対策の103かなをその前日に投稿してて、そこのコメント欄とかにものすごいこう感想をね書いてくださった方が多くて、なんかすっげー嬉しかったんですよすっごい嬉しかった。でいろんな嬉しい感想があったんだけど、これはツイッターでもちょっと書いたんだけどさ、ある方が結構なんかクラスがね割と、ちょっと、思春期もあって荒れちゃってて、で普段結構もう授業中とか寝てる子が多いクラスなんですけど、多分私が見た限り誰一人 寝ずにしっかり見てましたとか、あと学校の先生からも結構連絡いただいてて、5時間目6時間目だから給食後なんでやっぱ眠くなるじゃないですか、その時間だったんですけど、子供たちがすごいこう真剣な表情で30分画面をかぶりついてる様子を見て、なんかいろいろ考えさせられましたみたいなもうおじちゃん泣いちゃうよと思ってね。そうでもなんか私、その流れが開会宣言も開会宣言してたね、そのなんか代表の実行委員の方が何名か会場にいらっしゃってて、そのね開会宣言してる女の子、女性の方もねすっげえしっかりしてて、もうね開会宣言リハの時からすごいかっこよかったのよ。もうそれにも感動してたんだけど、でその後に、市長さんからの、VTR コメントがあって、私が登壇して、で休憩挟んだ後に多分セッションかな、その実行委員の方たちとかといろんなこう意見を言い合うみたいな場があったんだけど、俺新幹線の関係で終電帰れないから、そうだからもう自分の出番終わっちゃったらすぐもう会場後にしちゃったんで、その後は見ることができなかったんだけど、
なんかそこに関わってくださってる方とか、まあ、その実行委員の方もそうだけど、すごいこういう場というかっていいよなって。なんか学校一つずつでさ、いじめについて考えるのってもちろん大事だし、大事だけど、でも大きくみんなで同じ方向、まあ難しいよ、難しいけど、でもなんかこういう場っていいよなって、まあ必要だよなっていうのをね、改めて感じました。だからこそなんか自分が何ができるのかなって、子どもたちにね何を伝えられるのかなっていうのを、まあ、考え抜いた末、まあ、ああいう形の講演会だったので、それをねポジティブに受け取ってくれた方がいたのはすごくね頑張ってよかったなって改めて思ったし、自分が今目指してる講演会があって、講演会ってさ、もうみんなもそうだけど、やっぱり何かを学ぶ場だったりするじゃないですか。で、私講演会ってちょっと特殊な形をとってて、学ぶ講演会よりも感じる講演会にしたいんですよ、で時間もすごい短くしてもらうようにするの、いつも。なんか講演会の依頼ってね、基本的に90分喋ってください、60分喋ってくださいが多いんだよね。でも俺は喋るのは長くても40分、30分か40分でしてて、60分にでもしてほしいって言われたら、じゃあ質疑応答を20分30分取ってくださいっていう形を取ってるのね。でなんでそうするかっていうと、俺もともと俺がね、人の話を長い時間聞くのがちょっと苦手だったのよ、学生時代に。でもちろんそれさ、みんながみんなそうじゃないよ、そうじゃないんだけど、でもごめんね、これ俺の意見だけど、30分でギュッて話せることをいろんな肉付けをして60分に伸ばしてる方っていうのもいるなっていうのが俺の意見なのよ。みんながみんなじゃないよ、みんながみんなじゃないね。60分、セットで90分セットですごい学びというか、いい講演会っていうのたくさんあるんだけども、でもそうじゃない講演会もって思うことが多かったから、じゃあ子供たちがやっぱ集中して聞けるのって30分も長いと思うんだけど、実際でも話し手の技術とかやり方によって30分はあっという間だったって思わせられるし、そっから質疑応答で子供たちが本当自由気ままに質問してくれるのよ。まあ会場にもよるけど、割とね、普通にすいません、彼女と長続きしたいんですけどってこの前言われて、おマジか、彼女いるの？って言ったら、いないですって、いないんかいみたいな。まあそんなね、質疑を、でもそれでも真面目に答えるけど、どうやったら、恋人と長く続けられるかとか、答えるよ、全然。でもそういうさ、質疑応答もあって、セットで子供たちにとっては感じる講演会になる気がしてるんですよね、個人的には、だからそのスタンスをもっともっとこう突き詰めていって、やっぱりこの俺のスタンスだと、いやそれじゃちょっと任せられませんってことで言われちゃうこともあるんだけど、それはそれでいいと思うんだよね。だって自分が信じた講演会の形をやっぱり貫くのが俺のやり方だし、それで違うと思ったら修正するけどさ。だから講演会ってすごく緊張するし、今でも講演会前とかもう口から心臓出るんじゃねえかみたいなね、胃が痛くなっちゃうんだけど、でもやっぱすごい楽しいんだよね。楽しいというかやりがいを感じる、ものすごく。やっぱ子供たちにも会えるしね、そこはやっぱ大きい。今回はちょっとできなかったけど、やっぱ講演会後にさ、みんなで写真撮ったりとかサイン書いたりね、こう話したりとかするのが俺にとっても至福の時なのよ。もうそれがね、変えがたい。普段動画でやってる身だからね。だからそれも来年、まあ、コロナがどうなるかはわからないけど、いろんなとこに行っていろんな方たちに話を聞いて、で聞いてよかったって思ってもらえる講演会にもっともっとこうブラッシュアップしてレベルアップしてやっていくので、ぜひね、今聞いてくださってる方の中で今まで講演会を聞いたことある方もいるでしょうし、まだね出会えてない方もいると思うので、もし出会えた時には、でそのなんか希望性だった時にはぜひ参加してほしい。後悔させないからなんて言っちゃったけど、でもなんかそんなことをすごく思ったので、今回ねこのテーマで喋らせていただきました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは、今週またね皆さんにとっていい週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。そして明日からまた公演頑張ります。